原さん、二軍降格して、完全に狂ってしまう。証明されたね。現在の福永さん、鵜飼、周平、石垣が一軍昇格したことにより、二軍降格となった福永さん。しかし、風早手とのファーム戦では、5打数2安打、1四球で4打点の活躍をした。完全に格の違いを見せつけており、ファンは石川との入れ替えを希望する声が上がる。急に狂ったように打ち出すのなんなんや。この人が2軍で無双できるのは知ってるぞ。早く1軍付けにして、感覚をつかませてくれよ。福永をサードで使う案はないんですか？1軍と2軍のレベルの差が、もう少し縮まるといいんだけどね。2軍で打てても1軍ではね。1軍で打てないのは永遠の課題ですよね。2軍で打てても本番で打てないと意味がないよ。鵜飼もファームでは結果出すんだよな。早手相手に打ちまくるのはポジ要素だね。福永の打撃は捨てがたいよ。周平も石川もダメなら、サードで使ってほしい。普通にありだよ。井上さんもにっこり。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。